いよいよ始まりましたジョジョの奇妙な冒険オールスターバトル発売前夜祭。今日はですね、盛りだくさんの内容で皆さんにお楽しみいただこうと思っております。さあ、そこでですね、皆さんにちょっとお願いがございます。今回のこのイベントなんですが、ユーストリームにおきまして生配信をさせていただいておりますので、どうぞあらかじめご了承いただきたいと思います。申し遅れましたが、私本日司会を担当させていただきます斉藤貴子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では早速なんですが、このオールスターバトルの顔ともいえるお二人にご登場いただきたいと思います。株式会社バンダイナムコゲームス、ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトル開発プロデューサーの新野紀明さん、そしてもう一方、株式会社サイバーコネクト2代表取締役社長、そしてジョジョの奇妙な冒険オールスターバトル開発ディレクターの松山ひろしさんです。もうお気づきだと思いますが、後方にご注目ください。なんとお二人は皆様の後方から登場してまいりました。いやー、大人気ですね。ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。ありがとうみんな。ありがとう。はい。もうアイドルのような感じで。そうですね。あのおっさんなんですけどね、間違いなく。はい。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、そしてですね、もう一方ご紹介したいと思います。はい、お前は悪と思ってんだことが一番の悪なのさ。どうも。はい、ジョジョ大好き芸人の剣道小林さんです。いえ、お剣道小林です。お願いします。なんでウェザーリポートの出来なんですか。いや、最近やっぱ天気予報が気になりましたね。はい、明日発売ですから天気がいいなということで天気予報をね、チェックしてたんですよ。はい、それで今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい。でね、ケンコバさん、今日本当にたくさんの皆さんがお越しいただいているんですけれども、はい、熱気は伝わっていますよね、もうね。いや、正直熱気がね、もう皆さんの汗がこう水蒸気となって、これ、そうなのこれ。スモークですか、これ。スモークですね。道理で無臭だと思いましたよ。あのね、この熱気はね、もう本当に半端ないものなんですよ。そうですね。今回ですね、こちらの会場には600名の皆さんにお集まりいただいているんですが、はい、なんと、うん、こちら定員が600名というだけで、はい、応募総数がですね、うん、5293通も。狭き門、ありがとうございます。すごいですね、およそ10倍。なかなかこの規模のイベントってないですよ。ないですね。はい、ね、そんなね、あの熱い思いが寄せられているというこのジョジョの奇妙な冒険オールスターバトルなんですが、はい、これまでいろんな、ね、苦労も皆さんあったかと思うんですね。そういったところから今日はちょっと聞いていこうかななんて、ね、うん、思っております。いいですね。はい、じゃあちょっと新野さんからお願いできますでしょうか。はい、そうですね、4月、去年の4月でしたっけね、4月ですね。一番最初の PV を発表してから、いやー、長かったですね。1年と1ヶ月ぐらいになりますか。いや、本当に、まあ、開発も、まあ、サイバーコネクト2さんの方もかなり大変だったと思うんですけども、まあ、我々ね、あのプロモーションの方も、かなり、そうですね、PV を、1段から第6段まで、まあ、今作ってる状態なんですけど、YouTube の方で1600万回再生というところで、もう皆さんにご注目いただいて、まあ、なんでしょうね、去年の7月に小さな産声を上げたこのオールスターバトルだったんですけれども、はい、皆さんの、ね、
応援に支えられてここまで、作り上げることができたというところで、まあ、ようやくね明日を迎えるにあたってほっとしているところです。はい、ありがとうございます。そのお隣でも松山さんが真剣な顔していらっしゃるのがちょっとね、はい、なんだか面白い感じで感慨深いでしょうね。いやまあ本当になんて遠い回り道っていうね。おう、まあ、私自身も、はい、1987年、はい、このジョジョの奇妙な冒険っていう漫画がスタートした時っていうのはう、ね、ちょうど私高校生だったんですけども、はいはい、あの時の少年ヒロシに今の姿を見せてあげたいですね。まあ、まさか恵比寿で、そうです、26年後にお前岸辺露伴の格好で立ってるぞっていう。そっちですか、はい、あとゲームの方じゃなくて、もちろんゲームを作ってね、そうやって発売前日にお客さんの前で、はい、こんな祭りをね、そうですね、開けるってこんなに幸せなことはないですよ。そんな嬉しいことないですね。いやもうお二人のねこの熱い気持ち聞いて、はい、僕も流れる涙を隠すことができないです。ねもうね、ちょっとお客さん、お客さんの位置から見えないんですけど、見えないだけなんですね。高級状態ですよ。本当におえつが出るくらいですよ。はい、そんな皆さんの、ね、熱い期待を背負っているというこちらなんですが、本当に皆さんもね今回のもの楽しみにされていると思うんですが、ここでねスペシャルゲスト、はい、皆さんにご紹介したいと思うんです。はい、さあそれではご準備をお願いします。はい、さあそれではお一人目の方はこちらです。僕の青春はディオとの青春、これからその青春に決着をつけてやる。サンライトイエローオーバードライブ。ヨナさん、ジョースター、キャラクターボイス担当の沖津和之さんです。ヨナさん、ジョースター、この沖津和之です。地獄から戻ってきたぞ、ディオ。お願いします。どうぞこちらの方でお願いいたします。それでは続きまして2人目の方をお呼びしましょう。2人目の方はこちらの方です。俺のクレイジーダイヤモンド必ずぶち込んで倒す。ドーララ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 ラ東方丈介、キャラクターボイス担当畑野渡さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。どうぞこちらの方でお願いいたします。そしてもう一方をお呼びしましょう。3人目の方はこちらの方です。俺のシャボン玉が触れて割れるとき、そこから何かを奪う、ソフト&ウェット。東方丈介、キャラクターボイス担当の窓野光明さんです。窓野光明です。どうぞよろしくお願いします。さあ今日はこちらの方でお届けしていきたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん前の方へ。どうぞ。では、はい、お席の方もねご用意させていただきましたので、こちらの方にねおかけになって。いやいや僕なんて立ちっぱなしで大丈夫です。いやそれで、あやっぱ座ります。はい、では皆さんおかけくださいね。豪華なねキャラクターの皆さん登場ということで、皆さんもね喜んでいただいていると思うんですけれども、はい、今回ですね、皆さんにいろいろなお話をね聞いていきたいなと思っております。それではですね、明日発売のこのタイトル商品も実際に使用しまして、新野さんと松山さんにまず特徴などをご紹介していただこうと思います。はい、そうですね。はい。はい。じゃあすみません、コントローラーをお願いします。はい、はい、ありがとう。え
そういう、はい、だからあんまいらんほど向こうの方がいい。そう、そう、あの、そういうキャラじゃないから、ね、そう、公開ダメだしやめて。しかもロハンのキャラが違うとかってね、先週のね本番後にもコピドコ送られてね、変な踊りして、はい、ダメですよ。すいません、そうですね、はい、すいません、じゃあちょっとあの画面の方切り替えていただいて、はい、早々に、はいはいはい、はい、はい、実はですね、これも明日発売の商品になります。で、ゲームをスタートすると最初にこの、モードセレクト、はい、が、立ち上がります。で、はい、まあ、ご覧の通り、いろんなモードが、このゲームの中にあるんですけど、今ちょっとカーソルが合ってるストーリーモード、はい、あります。で、1部から、7部まで、 そうですね、それぞれあるんですけども、はい、好きな部から、スタートすることができます、はい、で、まあ全部の部をちゃんとクリアすると、8部の、はい、ジョジョギオンが発売するようになるという仕掛けに一応なってますので、そこだけちょっと先にそうです、ね、お話をしておきます。で、このストーリーものなんですけども、まあ、敵がどんどん出てきて原作再現しながら戦っていくんですけども、はい、まあ、一応ゲームなので、まあ、強敵も出てきますので、はい、なかなかこう負けちゃったっていうことも多分あると思うんですね。そうですね、難しいと。そんな方にも、朗報です。ゲームを遊んでいくと、まあ、ゲーム内通貨でいろんなゴールドが溜まっていくんですけど、はい、そんなアイテムが購入できるようになってまして、これから戦うボスに対してさまざまなアイテムを使って、はい、まあ、相手の攻撃力を弱くしたりとか、自分をちょっと強くして、ゲームに挑んだりとかっていうふうな、そういった、まあ、救済措置というか、うん、そういうのが入ってますので、はい、必ずどなたでも、ちなみに私ゲーム作るのは得意なんですけど、遊ぶとめちゃくちゃ下手なんですけど。そうなんですか。そうなんですか。まあ、簡単に言うと波動拳なんとかってあるじゃん。波動拳か、はい、なんとかもう言い切った後です、ね、言わない方がいい。バンダイナムコ的には、すいません、はい、全部言っちゃった。あれ出せないんですけども、そうですね、そんな私もちゃんと最後までクリアできる、はい、そうですね、操作が難しい方はそのサポートアイテムというのを使って、はい、ぜひ。じゃあ波動拳出せなかったらもうソニックブームでばっかりやってます。どんどんぶっ込んでる。私怒られるなこれ。大丈夫、彼も仲いいから。大丈夫ですね、大丈夫ですね、はい。あと、まあ、キャンペーンってこれが明日からスタートする。そうですね、はい、オンラインで、はい、ロバート E.O. スピードワゴンが、ね、今解説してくれてましたけども、はい、これ実は各モード、カーソル合わせるとその都度いろんなキャラクターがこうやって解説をしてくれますので、どうやって遊ぶのかっていうこともよく分かるようになってます。便利ですね。はい、でちょっとオンラインキャンペーンに関しては後ほどね、ニノ B からお知らせがあるっていうことなん で、ね、はい、でまあ、バーサスっていうのはスピードワゴンさん、頭がすごいこと言ってますね。すごいこと言ってますよ。で、その下プラクティス、はい、バトルの基本はしっかり身につけることだぜ。はい、これ練習ができる。はい、ここ練習できる、はい、練習できる。そして、その下カスタマイズ。気をつけな、中にいるやつはこすずるいぜ。はい、スピードワゴンさんめちゃめちゃ喋ってるよ。入るのカスタマイズモードの中に入るとあるキャラクターが待ってます、ね、そういったことを指してるんですね。なので、これはちょっとカスタマイズモードを実際にお客さんの目で見てもらって誰がいるのかを確認してほしいなと、はい、になります。見れるんだ。はい、そして、その下のギャラリー。ギャラリー、うん、おまけ要素を閲覧できるぞ。普通ですね。ね、女性視点とか、はい、あとちょっと優しく設定資料集とかね、そういったものがある。ゲームを進めれば進めるほど解放されていく。なるほど、はい、なので遊べば遊ぶほど焼き込みもそこで反映されていきますんで、はい、はい、で一番下へオプション。ここでゲーム環境を好きなように設定できるぜ。はい、対戦の、1ラウンド選手とか、なるほど、2ラウンド選手とかそういったさまざまな、モード設定が ね、できるようになってますので、で一点ちょっとお話ししておきたいのが、本作オンラインにつなげることができるんですけども、はい、つなげる際に、まあ、自分でいろんなキャラクターのセリフとか擬音とかそういったものをカスタマイズして、ジョータローや各キャラクターのコスチュームを変更できるんですけども、それで自分が設定したキャラクターをですね、はい、ビジョンという設定がありまして、そこでオンラインに放棄出すことができるんですね。これカスタマイズは中ちょっと、じゃあちょっとカスタマイズの中見せましょうか。コスズルイ、はい、じゃ見せちゃいましょうか。はい、ちょっと飛ばしますね。飛ばしますね。はい、ここで私の名はダーッ、おー、DARDYD の上にダッシュがつく。めっちゃいい声だ。はい、はい、で、ここの、下にあります、ビジョン設定、ここで設定すればあなたの分身は動くことができる。お、はい、はい、なので、こうやってネットに、自分のキャラクターをね、放つと、そうですね、オンラインキャンペーンモードの中でそのキャラクターたちが、ネットの中にたくさん
いて、戦って、まあ、勝ったり負けたりして帰ってくるんですけども、はい、まあね、この辺はね、後ほどまた説明しますから、詳しく説明したいんだよね、はい、はい、とりあえずこういうところにカスタマイズの中にビジョンという設定があるというところをちょっと押さえておいてください。なるほど、はい、はい、さあで、一番なんだろう、今何、フラゲ組がなんか騒いでる、そのフラゲとか言わない、あ、失礼、はい、騒いでる、全部言っちゃうんですね。手段を選ばずに発売前になぜか入手してしまった手癖の悪い方々、同じです。手癖の悪い。はい、まあ、本来であればね、明日が発売日ですから、はい、はい、うん、まあ、遊んでる人は当然いません。まあ、まあもちろん、はい、認めたくないんですけどね。さあ、はい、ということで、まあ、だからそういう人たちがネットに騒いでるわけじゃないですか、はい、その誤解を解きたいんでしょ、バンダイナムコとしても。ものすごいこうハードルを上げますよね。いやいやいや、正しい情報をちゃんと伝えないと、はい、今ネットに騒いでる、何を騒いでるんですか、そのフライングゲットしたりとか。じゃあ、はい、まあ、ちょっとじゃあその辺は正式に言いましたね、進めてまいりましょう、はい、スライドの方お願いします。本当今2のピを映さないであげてください。汗が尋常じゃありません。ものすごい汗をかいてますね。はい、さあ、今回ですね、明日から、はい、キャンペーンモード第1弾ということで、キャンペーンモードというのが遊べるようになってますので、そちらのご紹介させていただきます、はい、ゲーム明日からなんで、うん、そのオンラインに接続できないという理由で今回は、スライドの方でご紹介させていただきます、うん、さあ、次のスライドお願いします。さあ、今ね紹介のあったカスタマイズなんですけれども、カスタマイズメダルというのを集めて、うん、いただきますと。これはじゃあどうやって集めるのかというところなんですが、うん、はい、キャンペーンモードで集めていただきます、うん、キャンペーンモードはですね、これちょっとうるさいな、ゲームの音声も切っていいですよ。そうですね、はい、オンラインの専用モードになってまして、他のプレイヤーがネットに配信している、まあ、ビジョン、ビジョン、先ほどね、カスタマイズしてネットに放ったビジョンや、キャンペーンボスと戦いながらカスタマイズメダルを収集するという、そういうモードになってます、時間経過で回復するエネルギーを使用して、まあ、探索とかねバトルをして、カスタマイズのメダルゲットしていきましょうというのがこのキャンペーンモードになっています。さあ、詳しく見ていきましょう。さあ、まずですね、オンラインに接続してデータをダウンロード、お願いいたします。定期的に無料で配信されている追加のデータパックというのをダウンロードしていただくことで、プレイができるようになっています。で、第1弾は、森王朝に救う闇ということで、キラヨシカゲと、シゲチが、参戦というところのデータになってますね。明日発売日からもうダウンロードして遊べるようになるんですね。明日発売日から明日のお昼ぐらいからじゃないですかね、お昼ぐらいから、はい、なるほど、はい、はい、ということで、まあ、インストールするとこういうスタート画面がいうふうに変わります。はい、さあ、でまずですね、探索なんですけども、持っているエネルギーを一つ使ってですね、まあ、探索という自分が欲しいメダルを持っているボスキャラクターを探索することができます。探索に失敗した場合は、ビジョンとのバトルになります、はい、他のキャラクターのユーザーが、ネットに払ったキャラクターですね。右側 の、 画面の下段の方に、はい、チェックが入っているリストがありますけども、これがこのボスが持っている、ね、はい、アイテムってことなんですね。アイテムってことですね、はい、メダルを、まあ、このキラヨシカイ、ボスのキラヨシカイが持っているからこいつを探そうということで選んでください、はい、ちょっとね、小さいですかね、見えますかね、まあまあ、はい、大丈夫だと思いますよ。さあ、次、さあです、探索してボスが見つかるボス発見ということで、次、はい、バトルに、ね、使用するエネルギーというのをベットすることができます。でエネルギーをかければかけるほど一気に全体の、体力を減らすことができるようになっています。バトルの体力と、なんですかね、キャンペーンの体力というのは別個に設定されていて、まあ、何回か対戦するうちにこのボスの、体力というのは全部ゼロにすることができればそのボスは撃破という形になります。エネルギーをかけた分獲得メダルという数は、アップしますので、まず探索に 1枚で、まあ、なんかエネルギーをかけますっていうベットをするので、まあ、2枚かけて、戦えば、まあ、3個のメダルが、1回のバトルで返ってきます。ボスを倒しても倒さなくても返ってきますので、ここはご安心くださいというところですね。ダービー戦の時みたいにいわゆるベットしながら戦っていくって感じなんですね。はい、はい、まあ、効率よく戦いたい方はもうどんどんベットして、戦っていただければと思います、うん、さあ次ですね。さあ、ここですね、エネルギーの回復っていうのは、まあ、こうやって使っていくわけですけど、どうやったら回復するのかと、まあ、一定時間経つと回復します。はい、でこれを待っていただくということもできます。ああ、早いですよ。ちょっと戻してもらって、戻してください、はい、大事なことやからね。大事なことですかね。ここ一番、そして、エネルギー回復アイテム、これ有料で、まあ、販売しているものなんですけど、これで回復させることもできるようになって